防衛大臣なし立憲民主党、次の内閣が大炎上立憲民主党の次の内閣において防衛大臣が存在しない問題についてウクライナを見てもこれかとか社会党みたいだなどとの批判が殺し大炎上してしまっております、まあ、こちら大臣予定者のメンツもひどい状況でございますけども、まあ、それは一旦置いておきますが まあ、立憲民主党が政権を取ることはありえませんので、まあ、単なるおままごとだと感じた方もいらっしゃるものと思われますが、まあ、実際には適当にリストを作りましたというわけではなく、立憲民主党は週に1回ほど閣議なるものを行っておりますので、本気で防衛大臣を置かないつもりです。現状ですね万が一 ウクライナが負けた場合、日本などの防衛費が天文学的な数字になるとの指摘も出始めておりますが、立憲民主党には党内や支持層だけのための非現実的な政策ではなく、まずは現実に戻り、現実を受け入れながら、今後は現実的な政策を提案していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。